久保さん気気ににししててないよようで気にしてますよ僕の再生リスト上ではちゃんとあのシリーズ続いてるので大丈夫です <laughs>、まあ、久保さんも今ね自分のチャンネルでアップしてて久保さんの方ではちょっと誤差ありますけど僕の方では誤差はないです <laughs> ちゃんとあの続いてますので、はい、抜けずにで今回ね LINEFX 講座にしましょうか 今ね、あの、LINE で、P、PR 出てたんですけど、なんか LINE 証券っていうのがあって、なんか LINEFX の講座解説するとどうのこうの出てて、え、LINE も FX こう、すげえなと。まあ Yahoo と提携したっていうのもあるのかわかんないですけど、え、LINE も講座、すごいっすね <laughs>。まあ半端ないですね、うん。まあ儲かるとこにはすぐ参入するっていうね。だからあれですね。やっぱあの、 あの DMM が結構1000億企業になった大きな柱としてはあの DMM の FX, FX の口の座っていうのが多分でかかったと思います。あれがね、かなりパンチあったと思いますよ。DMM は新しいことをどん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 取り入れようとして取り入れてた結果、あれだけの1000億企業みたいになったわけなんですけど、要はまあ、 なんだろうな多分今までの普通の会社では取り入れられないようなこともととガンガン取り入れていくっていう会社が、まあ、これからの時代に対応していくんじゃないかなと思いますやっぱ変化が早いのでうちの会社はこうだっていうところは多分ね変化に対応できないので難しいかなと思います常に新しいものを取り入れていくっていうことは大事ですよね うん、だから、まあ、ネットビジネスなかなかできないっていう人はやっぱ新しいことを取り入れられないんでしょうねやっぱ今まで会社勤めして会社から給料をもらうそれが正義って思ってるその正そ,それが正義それがあ当たり前それがあのなんだあ正しいって思ってる人の価値観において自分でネットで稼ぐイコールなんかネットでお金怪しいみたいなねただこれも昔 ネットショッピングするときにね、クレジットカード入れるっていうのも怪しいとかね、危ないとかあったわけで、今どうですかねそんなこと言ってたらネットショッピングできないですよ。<laughs> 今どうなんですかね、うん、現金派ですみたいなね。<laughs> クレジット、かなりめんどくさくないですかネットショッピングって。アマゾン使えないですよ。アマゾンで銀行振り込みとかあんまなくないですか、うん、使ったことないですけど。 だからやっぱね時代に時代は進んでるので時代は進んでるけど自分進まなかったらもう取り残されますからねだからあの、まあ、大事ですね取り入れるってことは言ってらっしゃい。